俺が悪いから別に それに関して悪口を言ってるわけじゃない。ただそういうその程度のさ実力というかそういう視聴者しか作れないようなね、そんな実力しかなかった、うん、まあ俺が悪いんで、まあもうなんかやっぱ向いてないかなっていう、向いてないというか。今回ですね、私が大好きな YouTuber のステハゲさんがですね、事実上の引退を伝える動画を出されてですね、まあとても思うことがあって、なので今回そのステハゲさんのことについて私話していくんですけども、ステハゲさんのこと別に興味ないとか、見たくないよっていう方は多分今回の動画全然面白くないんで、今すぐブラウザバックしていただいて、はい、大丈夫です。で、今日は、もう捨て上げさんもリスペクトということで、私もですね、捨て上げスタイルで、動画をお届けしていきます。なので、無編集でいきます。本当にノーカットでいきますよ。まず、その、捨て上げさんがですね、ここ最近ずっと動画の編集、動画の投稿が、なんかもう、すごい、感覚が空いてきて、ああ、これもう動画投稿しなくなるんだろうな、みたいな感じで思った矢先にバーンって出てきたじゃないですか。で、まあ、捨て上げさんも、いろいろとストレス溜まってたんだろうな、っていうのが、なんか私の、その第一の印象ですね。で、捨て上げさんがこの動画の中で話されていたすごい最も印象的なことが、俺はキャラを演じてやってたんだ、みたいな感じだったんですね。まあ、それはもう私は気づいてました。もう全然気づいてました。はい。まあ、YouTuber 側の目線もあるんですけども、もう時折その見せる捨て上げさんのその真面目さとかもあってか、もう速攻で、まあ多分視聴者さんも、視聴者も気づいてるでしょ、捨て上げさんの視聴者も。まあそこは、まあ、本人の口から聞けたんで、あ、やっぱそうだったんだな、みたいなことだったんですけども、あともう一つが、なんか、その自分のその今のこのスタイルがこの先ずっと続くことが、なんか想像できないっていうのと、あと視聴者層に対して、やっぱりその捨て上げさんはすごい悩んでたみたいですね。まあ、捨て上げさんのさ、面白みってさ、まあ私もなんだけど、やっぱ見るときにさ、動画を、コメント欄一緒に見るのが面白いんですよね。やっぱ大喜利とかが多いから。だって、スタミさんのその動画の平均再生回数って10万とか20万ぐらいの間ぐらいですかね。で、なのに、コメントの数が、なんか平均で3000とか、もうなんか4桁は普通だよね、みたいな。え?みたいな。コメント数はかなり多くて、まあ私が少ないのかもしれないですけども、私で言うと、10万再生とか20万再生の動画って、だいたいまあ4、500コメントですよ。ってことを考えると、捨て上げさんのその動画のコンテンツがいかにそのなんだろう、まあ独特なものっていうか、他とは全然違う場所っていうのがすごいわかると思うんですね。まあ捨て上げさんのその、キャラが面白いから、なんかいじりたくなるみたいな、まあそういうのもあるんですよ。まあそういう、なんか独特なコメントでその、なんか、捨て上げさんを、なんか、まあ中央大学から見捨てられた男とか、なんかまあいろんなことでいじったりとか、まあそれを見ながら動画を見ることでなんか面白さ倍増だよね、みたいな。私も確かに、スタイルさんのですね、YouTube 見るときに、縦画面でしか見たことないんですよ。横画面にして見たことないな。なんで、ね、花火、こうやって、なんか、玉川でしたっけ?玉川にさ、花火こうやってやって、ピシューってつけて、その上はさ、へーって、なんか、マサイ族かわかんないけど、なんか、へーってなんか、こうパンツ一丁でやって、まあ、面白いっちゃ面白いんですよ。あれ単体でめちゃめちゃ面白いんですけども、やっぱコメント欄と一緒に見ることで、もう、いわゆるテレビで言うとその字幕みたいな、テロップみたいな、なんか、スパイスが効いてめちゃめちゃ面白いんですよね。だからまあそういう楽しみ方したんですよ。
で、まあ、今回のその下揚さんがその引退っていうか、そのまあ動画投稿をあまり積極的にやりたくなくなったみたいな理由が、やっぱ面倒くさいっていうことと、まあ、視聴者の層がなんちゃらかんちゃらとか、あとこの先の何々って言うんですけども、下揚さん嘘ついてますよね。嘘ついてません？で、まずその何が嘘ついてるかっていうと、面倒くさいの本当にっていうことで、まあ、タイトルも書いてるんですけども、まあ、捨て上げさんは、まあ、自分のこの今の辛い現状を、まあ、ある意味その、まあ、自分でそのリセットしたわけですよね。で、それってすごい英断っていうか、まあ、正解不正解とかではなく、私はすごい勇気がいる行動を捨て上げさんはしたんだなっていうことに、なんかもうすごい、なんだろう、なんか気持ちを動かされたっていうか、うん、ファンとしてね。で、めんどくさいっていうよりかは、なんか、まあ、捨て上げさんってやっぱりすごいいじられてたんですよ。もういろんなことを書かれてたりとか、あとは他の YouTuber のコメント欄でも捨て上げさんの名前ってやっぱ結構出るんですよね。やっぱそのいじられっぽい人の YouTuber のコメント欄とかはもう、ね、やっぱ捨て上げさんのアイコンだったりとか、もうなんかまあいろんなあって、まあすごいいじられてたんですよ。で、まあそれが多分ストレスに溜まって、ストレスになってたのかなっていうのは、じゃあなんでストレスかっていうと、たまに捨て上げさんってコメント、YouTube でさ、動画内で、頼むから他の YouTuber のコメント欄で俺の名前出さないでくれとか、なんかもう他の YouTuber に迷惑かかるからやめてくれっていうことを話してたんですよ。まあ、確かに他の、方のコメント欄で他者の名前出すって、ね、結構、まあ、ネット上のマナー違反みたいな、なんかマナー的な部分があると思うんですよね。まあ、確かにそうなんですけども、あとその、たまに大喜利とか、全然俺面白くないんだけど、みたいな感じでなんか言ってたけど、まあ、多分、捨て上げさん的には、望まない形だったんじゃないのかなって。ただ、その動画の内容的に、やっぱりああいう気候集みたいな、パンツ一丁になって、ふえーってやってるからさ、気持ちいいとか やるじゃん。まあ、ああいうの好きなの、やっぱりさ、低年齢層なの、ね、やっぱり。学生とか、まあ男の子、学生の男の子とか、まあ、私、なんだろうって思うんですけども、私もすごい大好きなんで、ああいうのが。ただ、それが、なんか、捨て上げさん的には、私的にはそこがすごい矛盾してて、なんだろう。だって、ああいうことやったら、ああいう視聴者層が集まるのはもう分かるわけじゃないですか。あれ、だって、自分で、あえてやってんじゃないかっていうぐらい、やっぱりそういう感じで視聴者を集めるような感じに見えたから、だから私が思ったのは、なんか、どっか認めてもらいたかったのかな、みたいな、スタイルさんが。なんか、日頃こうやって生きてきて、なんだろうな、満たされないなんかの部分があったから、あえて、なんかどっか自分のことを、誰かに認めてもらいたい。なんかそういう気持ちの、衝動を抑えられなくて、ふえーってやって、ネットで。したら、あれなんか、自分が求めるもの、違うじゃねえかみたいな感じで、ああいう、大喜利キッズたちが集まってきた、みたいな。で、なんか来た。まあ、私、個人的な考えで言うと、捨て上げさんの、スタイルっていうのは、私はすごい、もう、なんか唯一無二っていうか、うん。下揚げさんは自分で、いや、俺はこうやっていじられるような、なんかもう周りからその愛されたりとか、いじられたりとかするような器じゃないからって言ってるけど、それは違うと思ってて、むしろそういう器だったから、ああやって支持された。たとえそれが自分が演技して、キャラをこうやって作ってて、やってたとしても、それは分かってる視聴者はいっぱいいたわけですよ。うん。その、キャラを作ってる前提で面白がって見てる。だからそれは捨て上げさんのもう超才能だと思うんですね。もう逆に私からしたら羨ましいですよ。やっぱり YouTube のコメントだってさ、マジレスばっかのコメントつまんないじゃないですか。やっぱあえていじられたいし、いじられることでその美味しいっていう部分もあるから、私は捨て上げさんがすごい羨ましい。そしてリスペクトしてました。だから私はたまに動画の中で、
えてやるし、なんか捨て上げさんのなんかパロディっぽいことやって、まあ滑ったんですけど、私の視聴者層と合わないから滑ったんで、まあでも滑ったけどもやっぱやり続けちゃうっていうのは、やっぱそれほど私は捨てチルだったんだなっていうのはすごい思ったんですよ。だから今回のその事実上引退宣言っていうのはすごい辛かったです。はい。でですね、今回ちょっと最初の冒頭に言っとけばよかったな。今回の動画なんか、捨て上げさんのその事実上の引退の動画に便乗して、なんかお前売買してんだらーみたいな、やめらーみたいな言われそうなんで、あえて言っときますけども、そう思われたくないし、めんどくさいことはしたくないんで、今回の動画は、本当だったらですよ、絶対に私は動画に、YouTube の動画にコメントつ、収益、その広告つけますけども、つけません。もうそれはもう、スタアゲさんへのメッセージ動画っていうか、私のただの自己満動画なんで、今回つけません。はい。はい。はい。何、どこまで話したっけな、ちょっとわかんなくなっちゃったな。まあ、スタアゲさん、YouTube でさ、まあ、この先どうやっていっていいか、なんか自分のその展望が見えないみたいな。なんか続けていく景色が見えないみたいなこと言ってたと思うんですけども、あのスタイルで確かにやっていくのは、まあ多分、捨て上げさんのメンタル的にだんだんとこの窮屈になっていったんじゃないかと思うんですよね。それはどういうことかっていうと、やっぱ捨て上げさんってその動画の初期から見ると、まあ結構その煽り系、まあ炎上系までいかないけども、ちょっと煽り系の動画を出してたじゃないですか。で、まあ、去年のその夏頃手前ぐらいから、そう、気候種っていうかパンツ一丁赤パンになってさ、多摩川の河川敷なんか、ってずっと走り回ったりとかする動画、もうあれは私大好きなんですけども、はい。まあ、ああいう、なんかスタイルに移っていって、まあ、なんか多分自分の中でかなり模索してたんだろうなって思ったんですね。まあ、やっぱ YouTube って同じようなコンテンツ出しててもやっぱ、だんだん視聴者って超えてくるから満足しちゃって新たな刺激を求めてくるようになるんで、多分、スタヤギさんは、なんだろう、まあ YouTube が好きだったんだろうなっていうのは私はもうそれは間違いないと思ってて、だからこういろんな試行錯誤とかしたり楽しませようとしてるからこそ、ああいう感じの気候に走って、で、多分、からもうなんかあんまり、ちょっと自分の中で見えなくなったっていうか、やっぱり根は真面目だから、捨て上げさんは。もう見ての通りわかると思うんですけど、根はちゃんと、すごいなんか芯があるっていうか、真面目な、優しい人だと思うんですよね。だからこそ多分、ああやって自分でこの憑依させてキャラをね、のもできるんですよ。頭良くなかったらできないんで、本当のバカってさ、本当になんかもう、どうしようもないじゃないですか。頭いい人だからこそあえてできたんですよ。だからこそ多分自分の中でのそのなんだろう思ったようなレールからだんだんとちょっと逸れていったことで、ちょっともうここでもうそろそろやめておこうかみたいなっていう感じだったのかなって思うのと、あとその広告収入が全然なんか入んないみたいな、バイトなんかコンビニバイトぐらいなんだって言ったら、大体コンビニバイトって言ったら高校生のコンビニバイトみたいなこと言ったから、多分5、6万、それはありえないですよ。多分、スタヤギさんはなんか多分、その YouTube のその、やめたいっていうか、なんかもうこういうし、今の、なんかもう落ち着きたいって心境に至った理由付けとして多分言ったと思うんですけども、それはないと思う。なんでかっていうと、やっぱ、その、スタヤギさんの、動画ってさ、やっぱ10分以上の動画だし、で、広告間挟んでるでしょ、何個も。だから、7万とか5万とか。いや、それはないですよね。で、なぜか、なんか本人は、いや、俺の動画は、YouTube の、コメント欄だけを見に来てるキッズたちが多いから、動画は見てないから、もう本当一瞬だけ動画を再生して、みんなコメント欄だけ見て帰っていくから、俺の動画は本当事実上1分間ぐらいしか見られてないから、間に挟んだ広告は見られてないんだよ。だから全然儲かんないんだ、みたいなこと言ってたけど、いや、それはない。っていうのが、まず、コメント欄見ると、まあ、私の YouTuber だからこその多分この見解なんですけども、コメント欄見ると、まあ、1000件、2000件とか平均で、多いじゃないですか、まあ、コメント数がね、2000件ぐらいで。その中にちょいちょいですね、やっぱり動画の後半、例えばじゃあ、10分の動画だったら8分あたりぐらいのシーンを見てないと、
書き込めないような内容のコメントとかもあったりするわけですよ。で、じゃあ再生数が10万20万の間だとして、じゃあその中の1000人がコメントしてるとかことは、まあ、9万9000人はコメントしてないわけですよね。で、その9万9000人の人も、最後まで見てないとは限らないわけですよ。やっぱりその動画を見てる中のごく少数がコメントしてて、その中の人が少数の中でさえ、こうやって最後ら辺のシーンを見ないとわからない内容のコメントを打ってるわけだから、もっとでかいパイのその9万9000人の中の人たちは、いや、それはもっと見てるよね、みたいな、最後まで見てる人いっぱいいるよねっていうことなんですよ。しかも、スタゲさんの動画ってやっぱり動画とコメントをセットにして見ることで面白いからずっとスクロールするわけですよね、コメント欄を。はい。だから、自然とですね、1分でこうやって動画を停止して離脱するっていうことは絶対ないと言い切れないけども、方法もないよね、みたいな。通信量すごい、気にしてる人だったらあり得るかもしれないけども、だから、1分で離脱するようなことないから、まあ、スタヤギさんはちょっとこれは営業妨害になってしまうかもしれないんですけども、まあ、少なからずサラリーマンよりかははるかに多く稼いでいらっしゃったと思うんですよ。だからこそ私はその今回のスタヤギさんがそのめんどくさくなった、やりたくないんだ、みたいな、もう先が見えないんだって言ってるけども、やっぱり別のどこに理由があるんじゃないかっていうことが私が見えたので、今回その動画で話したわけですね。で、まあ、すごい、スタゲさんって、まあ、勇気がいることをしててですね、やっぱ視聴者層って、やっぱ自分の中、ってか自分のチャンネルの生命線なわけですよ。まあ、血液なわけで、それを、なんかもう捨ててまで、途絶えさせてまで、やっぱりなんか変わろうとしてたですよね。やっぱりいや、お前らみたいなやつは見られたくないんだ、みたいな感じで、ちょいちょい言ってたじゃないですか。でも、その層ほとんど見てなかったから、大半の人が。だからそれぐらいな、自分のそのもう命綱、もうその人たちの層に見られてもかかわらず、その人たちをに対してそのなんか一緒にやめてくれとか、俺はそういうファンをそう求めてないんだって言ってるわけだから、それほどスタヤギさんは多分ですけども、今回のこういうめんどくさくなったからちょっとあんまり動画やりたくなくなったんだみたいな感じ言ったんだけども、じゃなくて、まあ、コメント欄とか、まあ、自分の求めてる視聴者層じゃなかったから、やっぱりいろいろと、まあ、ストレスになって一旦ちょっと離れてみたくなったんじゃないのかなっていうことなんじゃないんでしょうか。はい。だってスタヤギさんってさ、ツイッターとかをフォロバしてるじゃないですか、あの方。なかなかないですよ。やっぱフォロバするってさ、YouTuber 目線、インフルエンサー目線からで言うと、やっぱ見栄えを気にするわけですよ。フォロワーが多くてフォロー数が少ない、例えばフォロワー5万人いてフォロー数が100だったらさ、すごいデコボコじゃん。だからそれがすごい理想っていうか、見栄え的にみんなやっぱ大体まあそういうなんか、うん、まあ私もそういうタイプの人なんですけども、やっぱ見た目がいいから、そっちだからフォローあんまりしないみたいな、まあ見たい情報だけをこう精査するためにフォロー数少なくするっていう意味もあるんですけども、まあ私もやっぱりそういう企業さんからのそういう案件とかもさ、やっぱこの人はこんぐらいの人に支持されてるんだみたいないう指標になりやすいんで、フォロー数は少なめでフォロワー数を多めにしたいわけです。ただ下着さんはそういうのじゃなくて、本当にもうフォロワーもだから、まあある意味フォロワーってさ、ファンは喜ぶわけじゃないですか。だからそういったところでなんかファンを大切にしてる部分もあるし、すごい真面目な方っていうのが私はもうすごい下着さんから伝わってくるんですね。だからこそ、なんだろうな、スタヤギさんは結構いろいろと思い詰めたんじゃないのかなーって。本当はスタヤギさんなんかやりたいスタイルがあったと思うんですよ。うん。なんかニコ生とか見てると、やっぱり動画とのキャラが違うから、なんか生き生きとしてるっていうか、なんか YouTube とは違った、いじりっていうか、YouTube ほどのいじりじゃなくて、なんか、あくまでそのなんか、スタヤギさん、となんか会話を楽しむみたいな、なんかそういう部分が見えるんですよね、ニコ生だと。だから、スタヤギさんもなんかすごい生き生きした感じになってたっていうか。ただ私はすごいその、スタヤギさんにそういう、なんかいじられ
体質っていうか、あえてネットのおもちゃにされるっていうのは、ある意味それはそれで才能なんで、それを捨ててまで、なんか、いろいろと自分の中での立ち位置を変えたいっていうのはすごい英断だったなって、勇気ある行動だなと思いますね。ある意味ね、自分の生活のね、必要なその収入とかをある意味手放してるわけだって。まあ、ここでちょっと最後に、まあ、自分語りと言いますか、まあ、スタイリさんにちょっと私も、なんかなんで親近感っていうか、すごい共感できた部分があって、私も去年の夏頃にですね、視聴者層を変えなきゃ、この先どんどん YouTuber として大きくならないなっていう、なんか、自分の中でのその、まあ、マーケティングっていうのがあってですね、去年の夏まで私は、チャンネル登録者数、だいたい20万人ぐらいだったんですけども、視聴者層の 70% がお父さん世代なんですよね。55歳以上とか50代から上みたいな感じで、まあ、どっちかというと、まあ、いわゆるその、おじさん層にすごい支持されていたチャンネルだったんですよ。だから、自分の中で、もっといろんな層に見られないと、なんか発展しないし、やっぱり、そのお父さん世代の人ってやっぱり自分一人で楽しむもんだから、あんまり周りの友達とか知人とかシェアしたりしないんですよね。こういう高校があってさ、これちょっと見てみてみたいな。やっぱそういうのって若い子とか学生とか、あと女性とかがシェアしたりとか拡散したりとか したりするっていうのもあって、やっぱり自分のその活動を発展させるためには、やっぱ、そういう学生女性層とかを取り入れなければ先はないっていう、私は思って、結構その時期ですね、やっぱ、そのおじさん世代、まあ、お父さん世代が興味なさそうな動画をあえて出してたんですよ。ずっとね。したら、もう再生数が3分の1、収入も3分の1以下になって、もう生活どころじゃないっていうぐらい結構危機感に陥ってですね、まあ、3ヶ月間ぐらいその危機をずっと過ごしてたんですけども、だから、まあ、それより上のことを、上っていうか、まあ、ちょっと比べるのもあれですけども、まあ、スタイルさんは、もう、いや、もうやらないよ、みたいな。なんか、もうそういう、スパッて行くのが、すっごいなっていう。なんかもうその英断は、私は、まあ、まあ、ファンだからこそ、スタイルさんに、気持ちいいとかも、もういろいろ気持ちいいことしてほしいんですけども、まあ、その英断は、まあ、まあ、ファンとして心苦しいけど、まあ、尊重したい。かなーって、まあ、スタイリさんが今ね、なんかこういう自分のストレスから解放されたのであれば私は嬉しいし、まあ、その解放された、また状態で、ね、今ね、ちょっとま、ゆっくり休んでいただいて、また、YouTube にね、スタイリさんが戻ってきてくれたら嬉しいんですけども、まあ、ああいうキャラでもやらないと本人は言ってますから、まあ、それはそれで、まあ、なんだろうな、まあ、伝説として、まあ、YouTube に語り継がれていくんじゃないのかなと思いますね。うん、ほんと唯一無二の YouTuber だったんで、私は捨て上げさんが大好きです。ただ、まあ、唯一ですね、私は、まあ、YouTuber っていう自分のね、身分を明かしながら、送った DM で、仕方されたのは、捨て上げさんだけです。はい。なかなか、まあ、芸能人の人でもこうやって、連絡返していただいたりしたんですけど、今まで。初めてですね、捨て上げさん、唯一 DM 返ってこなかったんだから、すごい線引きしっかりしてる人なんだ。だから本当に、なんか、まあ、捨て上げさんの中では、なんか、ちゃんと線引きして取り組んでたんだなって。ただ、その自分のその、自己承認の欲求を満たしたいというか、まあ承認されたいっていう、なんかその活動の場で、なんか、ちょっと自分が望む視聴者層と違ってたから、なんかもう、そこがもうなんか、スタイルさんの良さでもあるんですけどね。あれなんか、すげえ、本当は頭が良くて計算してるようで、あれ実はなんか、ちょっと失敗しちゃったみたいな、なんか完璧ではないみたいな、なんかそれがまあ捨て上げさんの良さですけども、まあまあ私もはい、捨て上げさんから
ですね、DM 返ってくることはもう期待してないんですけども、長谷川さんがこれから、ね、第二の幸せな人生を送ってもらうことは私は心から願っております。これからも捨てチルだったことは、忘れずにですね、その捨てチル、まあ、意外と私捨てチルって全然公言してないんで、全然、知らなかったって思う方いると思うんですけども、本当に捨てチルなんですよ。もう、全部の動画見てて、はい、何回も見ててですね、はい、聖地巡礼落ち着いたりやってやろうかっていうぐらい、はい、はい、もう場所ももう全部、特定してるんで、はい、聖地巡礼行ってやろうかなと思うんですけども。ということで、なんか宅急便来たんで終わります。さよなら。